はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ今度アメリカ、このバイデン大統領、なんかこの休暇中だったらしいんですけども、ナンタケット島っていう島ですかね、なんかね、テロというか、暗殺未遂みたいな、そんな襲撃事件みたいなことがあったらしいっていう、そういうお話なんですけど、ニュース見ました？なんかね、この要はシークレットサービスのこの車両ですか、これがなんか焼き払われたらしいんですよね。ちょっとね、ただソースがこれアメリカ語だからもう全然わかんないんだよな、細かくなんて書いてあるか。かなり端折ってこんな感じかなっていう内容なんですけども、バイデン大統領がこのナンタケット島っていうところでこの休暇、離れたわずか1日後の月曜日、レンタルしたシークレットサービスの車両が駐車場で炎上したと。休暇を離れたわずか1日後の月曜、休暇を離れた、車両はナンタケット空港に駐車されていて、炎は施設のジェット燃料タンクからわずか40フィート離れたところまで広がっていたと伝えられていると。で、火災の原因は現在不明、らしく、FOX ニュースはホワイトハウスに情報を求めたが、ね、すぐに返答が返ってこなかったんだって。なんかあるんでしょうね。なんかこのちょっと見づらいんですけど、この画像を見る限りじゃ、なんかこの前の方、フロント部分ですかね、なんかこの可燃性の、なんかこのガソリンとかぶちまけられたような、なんかそんな印象ですけどもね。これは本当に暗殺未遂だったんですかね、ちょっとまだなんかわかんないですけども、バイデンさんはバイデンさんでどうでしょう、なんか性的というかね、こいついなくなればいいなみたいな、そんな風に考えてるやつら、いやまあそれは一国のね、アメリカの大統領だからいくらでもいそうですけども。でもほら、この大統領選挙の時にもさ、ね、どうせバイデンさんはすぐね、終了だからね、このなんか次控えてるこのカマラ・ハリスさんね、あの人がこの裏ボスみたいな、ね、そもそもこの人ね、このハリスさんを大統領にするためなんかそういうふうにも言われてたじゃないですか。だからもしかしたらこれも、ね、ハリスさんを大統領にするために狙ったっていう可能性はないですかね。どうなんだろう。だってなんかそう長くはないって言われていたのにね、なかなかそうはならないじゃないですか。なんかチャリこいで出かけようとして転んじゃったりとかしてニュースに なったりしてましたけども、大統領のさ、乗る車にレンタカーってちょっとなんか信用できない、そんな気がするんですけどもね。だってガチでゴリッゴリのさ、なんだっけ、あのビーストじゃないの、大統領の車両って。なんかこの大統領が乗る車両にバカンス中だからなのか、でもバカンスの時でも関係なくあれ使えばいいのにね、レンタカーっていうのはちょっとなんか信じられないですけどもね。まあ公用車、万が一に備えてこの車内車外のこの映像とか音声とかリアルタイムでこのモニターされて、この記録も確か取られてたと思うんで、まあそれをさせたくない極めてプライベートな事情がある旅行だったとか、そんなことがバイデンさんにあるのかどうかはちょっと定かじゃないんですけどもね。バカンス、なんかちょっと話がね、何せこのソースはアメリカ語なんでもう詳しくわかんないんですけども、バカンスを終えて島を離れた後に護衛に使ってたレンタカーが焼き払われたっていう、そういう事件だったらしいんですよ。どうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、結局はさ、でももしかしたらね、わかんないじゃないですか。たださ、なんか車5台あったらしいんですけど、全部でね、5台全部一気にさ、ね、焼き払う、その準備、用意周到さがあった割にはね、1日ずれてこの仕留めきれていない、なんかこのね詰めが甘いって言えばそれだけなのかもしれないですけども、なんか変な感じですよね。不正確さっていうかさ、そこまで用意周到に準備していた割にはね、この日にちっていうか、その仕掛けるタイミングを間違えたみたいな、そこミスるのってね、車両5台一気にまとめてさ、始末しちゃうだけの、準備はしてたくせに、仕掛ける 日にちと時間を間違えていたっていうのが、そんな間抜けなのかなって、
なんか変な事件ってやっぱそうなんだよな、まあ、ただの嫌がらせとかこの警告みたいな、いつでもやれんだからなって、のんびりバカンスなんかしてたらお前次知らねえぞっていう脅しかもしんないけどね。まあ休暇が終わってるから、まあシークレットサービスの契約もこの終了、あるいはこの縮小、まあ大した脅しになんないですよね、こんなのは。うん、逆はわかんないよね。もともと普通にこの公務で使っているそのバカンス先に行った瞬間、普段使ってるなんかね、この車両とかなんかシークレットサービス何人か巻き込んでどえらいことになっていた本人がいたらっていうんだったら、バカンスね、もう切り上げてすぐホワイトハウスに戻ってくるとかっていうのはあるかもしれないけど、反対側だからな。まあなんかビースト持ち込むしかないんじゃないですか、ね、あるいはなんかこれをね、自作自演とかさね、このトランプの仕業じゃねえかみたいなこと言ってる人もいるんですけど、それはなんか違うよね。自作自演する必要がそもそもないじゃないですか。うん、それかこのレンタカーがどういう車両か分かんないですけど、この EV 電気自動車とかっていう可能性はないですかね。ほら ねどこの国のどこさんのどこのメーカーの、あえて言いませんけども、なんかとりあえず止めとくだけでも燃えちゃう、なんか爆発しちゃう、なんかそういうこのバッテリーなかったっけ。どこの国さんのどこの企業のバッテリーだったっけな、思い出せねえな。なんかとりあえず周りに何もないところに止めてくださいね。充電しているしてない関係なくね、車を止める、車両を止める場所、周りに半径何メートル何もないところに、もし万が一何かあった場合になんかそういうこの注意喚起されてる、なんかそういう車両なかったっけ。あれとかじゃねえのかな。ね、アメリカでしょこれ。うん、ね、日本だったらまずありえないですけど、ああ、わかんねえ。タクシーやばいか。なんかありましたよね、そういう車。あれ、どこの車だっけな。思い出せんなぁ。だいとか言ったっけ。ネシスみたいな。そういうなんかブランドなかったっけ。おかしいな、記憶ねえわまあわかんないですけどね、うん、まあ整備不良とかあるかもしれないですね。っていうか所詮レンタカーでしょね。本当にレンタカーでこんなことあんの。うん、まあでもなんかね、これ日本製の日本目のこの車屋さんのこの車に慣れてると、あんまりこの車両の火災って一般的じゃないじゃないですか。よっぽどですよね。しかもこのエンジンルームから火出るなんていうのは。ただこれ日本以外の国地域のね、うん、あの特にね、うん、一部なんかそういうこの車両珍しくないみたいなんで、よくあることらしいんでね、うん、気をつけましょう大統領とだけ一応言っておきましょうかね。だから今度からもう普段から使ってるビーストで行けばいいじゃん。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。